ポール・ボンタンはフランスの陸上競技選手である。彼は1924年に開催されたパリオリンピックの3000メートル障害層で銅メダルを獲得した。中距離層や3000メートル障害層の選手として知られていたボンタンはパリオリンピック直前の6月9日に3000メートル障害層で当時の世界記録に当たる9分33秒4を記録して オリンピックに臨むことになった。パリオリンピックでの3000メートル障害層は、9つの国から19人の選手が出場して7月7日に、予選7月9日に決勝が行われた。ボンタンは予選1組で、フィンランド代表のエリアスカッツに続いて9分47秒2の記録で2位となり、決勝に進んだ。決勝では予選を勝ち抜いた9人の選手が競った。 ボンタンは9分45秒2と予選より記録を伸ばしたもののフィンランド代表のビレリトラとエリアスカッツに敗れて銅メダルを獲得したこのオリンピックでは他に3000メートル団体にも出場したが決勝には勝ち残ったものの4位となってメダルを逃しているアスレチックスアットザ1924パリサマーゲームズ メンズ3 0 0 0ズスティープルジェイスフィナール2011年1月31日、閲覧。3 0 0 0ル団体競技は、1912年、ストックホルムオリンピックから1924年のパリオリンピックにかけての3大会のみで実施された種目である。5人の選手が1つのチームを組み、チーム上位3人の順位を点数化して争われる競技だった。 アスレチックスアットザ1924パリサマーゲームズメンズ3 0 0 0ズ、チーム2011年1月31日閲覧ありがとうございます。